EXY さんはミュートしてる人はいますか？あ、いるよ。2000人ぐらいミュートしてるよ。うるせえなと思って。わらわら、2000人。結構多かった。結構気軽にミュートしますけど、変な海外の面白動画とかリポストしてきたらうるせえなと思って、相互フォローでもミュートしたりしてた。絵だけ描いてろよとかも。そういう人は、あと絵見たいから、ブックマークとかに入れたりとか。で、あとで絵だけ見る。今メディア欄が見やすいから、くだらないリポストとかしてたら、結構速攻ミュートするから、うるさーと思って。先生がフォローしてる人数くらいあるじゃん。あ、だからそのフォローしてる5分の4がもうミュート状態ですよ。600人くらいしか。ミュートしてない人じゃん。わらわら。もう別にいいじゃん。僕はブックマーク入れてるから、たまに絵だけ見に行ったりとかして。嫌いじゃないんだけど、だからもう、なんかやっぱ不快に思うポストとかが多い人は良くないなと思って。自分の精神的にも。EXY 先生の日常は解体なのってありますか？ないよ。書く必要ないじゃん。基本的になんかネット上に書いて解決することなんか一個もないと思ってるから、あんま書く意味ないんじゃない？